はい、咳払いから始めました。本日は2月9日でございます。はい、見覚えあると思いますけど、はい、あの歯医者があったところですね。ここね、ここの中入ってったらね、なんでここいんのっていう感じだけど、なんででしょう。そして画質を下げて歩いております。今日はね、あれなんですよ。職場の帰りなんで、もう、時間かかると思ったらすぐ終わっちゃったんで、やっことねえなと思って、まあ、通り道でもないけども、近いからね、ここは。稲荷神社行けって話だよな。いや、でも途中で思い出したんだ。で、しょうがないから、この奥の道ある、湖目指してみようかなと思いまして。はい、で、ただ歩ってるだけなので、充電もしてないんで、歩ってるだけなんで、とりあえず画質下げたい方でやっていこうかなということなんですよ。どうせ歩くだけなんでね、ボツでもいいじゃん。あいて、足が上がらないね。今日筋肉痛でもないんだけどね。はい、10年前のナビだと、こっちだと現役の道路です。これ現役の道路ですからね。はい、多分このタイヤ痕は多分今ももしかすると現役の道路として案内されてるのかもしれないよね。これだって車通った後あるもんね、新しく。今週まではね、本当にやばいんでね、お金が450円しかないんで。まあ来週になればね、普通に。普通っつってもな、給料の半分以下だもんな、出んのな。まあでも家賃やら光熱費やらを差し引いたら、いやでもそれでもマイナスか。はい、まあとりあえずこの道をどんどん行きます。で、今日は多分明日から雪だっていうんで、もう今日しか動けないかなと思ったんだけども、今日しか、お、やっぱりそうだね。これタイヤ痕新しいね。今日しか動けないなと思ったのは、まあ雪関係あるんですけど、雪降っちゃうとね、お金あっても動けないんでね。そう。クソ寒いんだけど。けど、何も持ってきてない。だから、エコバッグ、道具がいっぱい入ってるエコバッグも持ってきてないんで、手袋はあんのかな、今。ねえな。あったあった。とりあえず右手だけでもいいからしとこうか。おっ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 。これの奥に、あれ？タイヤ痕ない。さっき右の道から来た車なのかな。とりあえずここ現役です。10年前は現役です。確かにね、この道、使
えるっちゃ使えるのかもしれないな。ちゃんと整備されてれば。なんかね、そういえばこっちにも道があるんだよね。これか。現役です。10年前は現役です。これ？現役です。この辺はね、この間歩いたんで、迷わないですね。どっかを右側に曲がるんだよな。湖。沼と言った方がいいのかな。規模的には沼かな。10年ぐらい前だと家があったみたいだけど、今もあんのかな。これじゃねえよな。ここか？ここかな？いや、絶対。記憶が。とりあえず、方向的にはあっちなんですよね。とりあえずまっすぐ行ってみますか。とことん。ああ。こっちかな。こっちかな。こっちかな。やっぱりさっきのところ下るのかな。まっすぐ行ってみますか。ああ、でも車、車軸の跡はあるな。ああ、最近通ったかな、誰か。枝がね、踏んつけられてる跡がある。折れてるしね、これ。よく飛んな、こんなとこ、車で。なーもないよ。知ってる。なーもないの知ってる。この間来たから。これね、帰り大変だった。だから、ぼっこをね、杖代わりにしてね、帰ってったよ。ほんと帰りきつかったよ。寒いね。右な、あ、じゃあな、左手前に曲がる道なんて今、なかったよね。あ、いって。痛いよ、もう。現在12時手前なんで、本当に今日時間が余っちゃってるな。なんもないけどね。俺犬放し飼いにしたらすげえ喜びそうだけど、ちょっとイノシシの罠とかあとちょっと怖いよね。
ち行きゃよかったんか、お原の方行きゃよかったんだ。お原に確かね、なんかちっちゃい沼があって、神様がいるんだよね。調べた。パワースポットとかなんか言ってるから、そっち行きゃよかったかな。まあ、そこは、鳥がいるね。鳥がカサカサカサってやってね。はいはい、この間はここまで来ました。で、ここ左行ったら、なんか、田んぼやら何やらがいっぱいあったんだ。はい、ここまで来ました。で、この奥は行ってないです。というわけで、この奥を行ってみましょう。いや、なんかこっちのような気がする？こっち。向こうか。うちの勘が正しければこっちだ。はい、遭難フラグかな。どうなんでしょうね。なんか違うかな。まあ、ここまで入ってったんだよな。で、椎茸栽培してんのかななんて言ってたような気がするし。言ってないっけ？こっちじゃねえかな。お！ちょっと待ってよ。なんか立派な道があんじゃん、これ。これ迷うね、帰り。あ、これ、もしかすると、あの草ぼうぼうのとこかな。これ、ちょっと迷わないで、覚えとかなきゃダメだね。ここのちょっとだだっ広いところを、右曲がって左ね、帰りね。ええ。で、こうやって、なんかいろいろ、周りをキョロキョロしながら、あるって言いますけども、クソ寒いのは変わらないです。目印になるのなんだこれか。変わらない。どこにでもあるもん、うん、何が何もないのかな、その沼まで行くのに。うん。お、何回だるよ。いや、懐かしい。ともべ町って書いてあるよ。平成16年はともべなんだね、ここね。平地林の保全標識。はい。じゃあ、ということは何もねえんだな。一定なおい。これ、トゲトゲ、バラカかな？行ったかったわ、今。刺さってたわ。看板ぐらい素直に見せなさい。って。はい、今の看板を見て分かったね。なんもねえわ、ここな。なんもないですね、はい。とりあえず、どんどん行ってみましょう。沼っぽいのはないよね。これ帰りしんどいね、この道ね。次探さないとダメだね。あるとないとでも全然違う。あ、なんか落ちてるよ。なんだ、あ、不法投棄のドラム缶かな。お、なんかだだ広い道路に出たよ。ああ、なんか結構いろいろ起こってんな。なんか舗装された道路に出た。これを舗装されてると言っていいのかどうかがね、微妙ラインですけどね。舗装されてるとは言い難いかな。ああ、さっきのマス、ああ、じゃあこっちでいいんだな。こっちか。ショートカットした感じなのか。はいはいはい。まあでもこの辺はなんか車しょっちゅう通ってるような感じがするね。
なんもないけどね。あちち。バイクも通ってるな。なんかあんのかな。いやでもここまで車で入る勇気はないね。ちょっと怖いね。マニュアル車だって言ってもね、四駆じゃないんでね。ちょっと、お？なんだこれは。どうなってんだ？右か左か、どっち行こうかな。下ると後が大変だよね。人気のない方、ない方に行こうか。あ、いや、ちょっと待てよ。あれだな。まあいいや。確か、結局同じ道につながるような感じが。でもまあ、こっちの方が、なんか怒ってそうな気がしない？缶は落ちてんだよ。お？なんか見えるぞ？家かなんか。あ、あれかな？この左側に沼があるのかな？ちょっと見たいっすね。ちょっと開けたとこないのかな？あ、ほら、なんかお家があるね。現役の集落があるね。牛小屋？牛小屋でもあるかな？なんか牛の匂いがする。こっちか。これ下んの？これ下んの？これ下んの？やったん。いや、でも下った方が早いのかな。パッと見池あんのか？パッと見はなさそうだな。行き過ぎた。あ、右側にもあんじゃん。右か。家あるな。右か左か迷ってたら真ん中走歩ってるってことなのね、今。なるほどね。まあ結局なんもないんですけどね、この辺ね。竹がすごいっすね。刺すやつかな。面白いなこれ。右が杉で左が竹だよ。何もないですね。不法投棄も何もないです。ここ。痛いって。痛い。刺さるってなったら。この落ちてる枝がね、歩ってると
刺さるの？あれ？人んち来ちゃった。あ、違うな。何これ、炭焼き小屋かな。ちょっと覗いてみます。いやでもこれ住んでたら嫌だな。何これ、こんつわ。釜がありますね。うん、画質下げちゃった状態で撮ってるからあれだけど、まあ比較的に使われてる感じがするね。なんですかね、秘密基地。何ここ、突然出てきたよ。うん、とりあえず進む。わからないから進む。なんだろうね今のね。ちょっと真新しかったからね。普通何年も放置だったらもっとボロボロになってるはずだけど、ちょっとバーベキューコンロみたいなやつもさ、なんか真新しかったから、まあ来てんだろうね、どこからか。はあ、よくまあここまで木材運んで作ったよ。すごいよ。お、ゴールかな。ちょっとだだ広いとこ出てきたな。食べた状態だから、さっきのちゃんと映ってるかどうかがちょっと疑問でございます。けんどもいいよ。今日はおまけだよ、おまけ。不法投棄が全然ないからいいね。いいのかな。はい、クリーン茨城復活でございます。わあ、見事なキノコ。ちょっとびっくりしたね、あの建物ね。まあそんなもんあるもんとは思わないで歩ってるからね、普通に。なんかちょっとだだっ広いとこ出ましたね。結局これ何、人ん家の裏でしたっていうことはないよ、ね、それが一番気まずい。気まずいよ。どうだ、池はあるかい。そして私は何をやってるんだよ。どんち？なんだこれは。
ょっと貸してあげよう。